右に弱点来た場合はスフィンクスとさす行ってみる。オッケー、行ってみよう。このパワー、ちょっと反則反則。シアルブラザーズ、うん、サタンの部屋。よーくとなけは、カイサルカンタで重要なことやっていくってやつだぜ。ちょっと待って、なんこれ、やめろおい、ちょっと、なウィース、妖怪羊サタン、誕生。そんじゃやっていくんだが、こいつめちゃくちゃ強えわ。この重要なことってなかなかすげえやべえやつ現れなかったんだが、こいつ多分一番やべえ。で、こいつの凄さっつうのが、この弱点キラー L。で、このバトル3がよ、とわかると思うんだが、あ、真ん中にエデンがいるやつ。あそこってよ、弱点があるのにハマってもダメージ出ねえときね。で、あれでずっと永遠ですに、その負けるっていう、運負けするたんやか。そいつ、もうないからこれ。12ターンの SS で、ほぼ確実に弱点つけ、さらにそこで大ダメージポーっていけるから、半端ねえぜ。まあ、この興奮具合から伝わったと思うんだが。オッケー、そんじゃ、アラミ玉。いつも通り右側に焼き印でステータス、カエサルのやつ頼むぜ。タギってタギって仕方ねえんだ。ステータス右側に押しとくぜ。よっしゃ、確認していこうじゃねえか。反射スピードアージン、アビリティ飛行、弱点キラー L。で、これ飛行によってこの地雷ダメージを受けねえぜ。で、これ結構早めに爆発するから、まあ、やられる前にやれって感じ。で、弱点キラー L。この弱点キラー L によってよ、もう中ボスのあのエビリナとちゃんとハマったのにダメージ出ねえ。ハマろうと思ったのに弱点の下側にダメージを出せねえとかあるじゃねえか。でもこの弱点キラー L によって大ダメージを与えて、すぐに突破できる、安定的に突破することができるぜ。で、ゲーショット回復 M。このクエストは結構よ、まあ、耐久戦だってダメージを受けてやべえ時あるのよ。それを回復 M で補うことができるぜ。で、アンチブロックはギミック対応、素晴らしいぜ。で、ちょっとよ、一旦確認していくか。で、これなぜこんなに強化してるか、全然その必要ないんだが、理由としてはさっき、その、急の動くでボス3手という動画撮ったんだが、まあ、そのせいでよ、こんなに強化してんのよ。で、そっちでも全然強化する必要なかったから、まあ、本当にこいつ強いってわけ。で、一旦これ確認してるぜ、今。さあ、次、ラックスキルガイド。で、このラックスキルガイドは、マジでよ、あの中ボスのエビルナイトが、あの意外と羽の部分入んなかったりして、思ったよりちっちゃいのよ。まあ、それで入るの難しいから、まあ、そこで活躍したり、このスフィンクスの間に入るのでも結構活躍するぜ。マジでおすすめ。さっき、なぜ安定的に中ボスを、いけるだか、この弱点キラー L だけだったら全然安定じゃなくねえと思ったかもしれねえが、この SS の自強化&弱点ロスによってよ、これどこにいても逆側にいてよ弱点つけねえって時でも、この SS を使えば一旦だけ弱点ロスできるから、もうバッて入ってつけるわけで、さらにめちゃくちゃダメージあるから、この後ちゃんと確認していこうぜ。で、さらに友情クロスサクレスター82000サブ破裂残忍劇団、破裂斬撃弾でいいねんな。2353。まあ、これも結構ダメージ出るからおすすめだぜ。じゃあちょっとよ、一旦見ていこうぜ。で、この、入れる、下でいいな。この木を倒せ、オラ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 。で、下はまるぜ。来いよ、弱点、下に。オッケー、ダメージ半端ねえから。どうこのパワー強すぎ。で、次は、ちょっとよ、右に弱点来た場合は、スフィンクス出さず行ってみる。オッケー、行ってみよう。このパワー、じゃあ、ちょっと反則反則、いや、ギミック無視。やば、めちゃ強えよな、これ。で、HB が22371。これは重心化でもねえから、十分な体力。半端ねえ。で、アタックが29271。これちょっと少ねえけど、まあ、ゲージもあるし、さらに、これは、弱点キラー L もあるから、もうそれはもう、文句言えねえな。十分な攻撃力。で、今回めちゃくちゃアップさせてるから、もうそれもあるな。契約で、スピードが 465.70。これがめっちゃ速い。まあ、こんなに、弱点キラー L のこと考えて、こんなに攻撃力があるにもかかわらず、この 465.70 とこのスピード、しかも回復もある、アンチブロックも、弱点ロスもできるし、友情もかなり優秀。こりゃマジでよ、絶対当たりだよな。で、本当に。でも、進化の方も十分強えのよ。進化の方がマジ怖えな。これよりもなんか壊れる可能性があるんだよな、あっちは。さあ、ちょっとやっていっか。
なんかぐだってるしよ。さっきちょっとうまくいきすぎたせいあるな、これは。いや、探しても全然ね。とりあえずこの木倒すか。ちょっとさっきまでがマジうまくいきすぎたせいで、ちょっとすげえぐだってるわ。で、あとよ、その、これ電線切り、これ。これがマジ危ねえよ、これ。でもボスとか確か撃ってこねえし、まあ、ここだけだから、まあ、全然大丈夫だと思うが、まあ、そもそも艦隊で来る必要もねえしな。ちゃんと他の今までの強いモンスターと組み合わせてもいいし、なんだっけあれ、つくよみゼロか。つくよみゼロも、ほんと、ここではガチャゲン並みに十分強いから。おー、すげえ威力、半端ねえ。で、確かこれ次ボス戦か。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。契約完了。さあ、まずは、エビルから倒すか。エビちゃん行くぜ！わっしょい！いや、めっちゃ攻撃力あるな。で、ここ気をつけなきゃならないのが、この木、同時に2個倒すとダメなのよ。で、今まで俺が、2回同時に倒した時あって、それでも反応しなかった時もあるのよ。まあ、どうなるかっていうと、その2個同時に倒してしまうと、上のエデンが下に降りた後また上に帰ってくるよ。バグなのか知らねえが。ここはちゃんと2ターンの時に1体倒して次もう1回倒すということしなきゃ。またエデン上に帰っちまうから気をつけて。いや、おかしいよな、さすがに。おかしいと思うんだがな。まあ、発動しねえ時もあったのよ。でも基本発動する。まあ、もしアップデートとかに直ってたらちょっとわからねえ。それは申し訳ないんだが。さあ、下に降りてきたぜ。で、なるべく弱点キラーの良さを生かしてから、弱点を突きてえが、いけるか。これまず仮面壊すぜ。仮面壊すことによって、相手の防御をダウンする。オッケー、それじゃ、これ、弱点突くぜ。逆だけどすげえダメージしてた。で、これ、すごくいいのが、スワビで弱点キラーってところ。ここのクエストでゲージ外してもいい感じにダメージを出せるってわけ。さらに、飛行も素浴びだから。さあ頼むぜ。おらら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 、大丈夫。おい、友情が弱点キラーエロンのった友情もめちゃくちゃ強い。つうかよ、こんなにダメージ与えれるんなら、結構ギミック無視したまま本当にボス特攻してもいい感じだな。で、基本的には俺いつもこのステージ行くときはみんな下にいるから、下の2体倒した後、右上のエビライト下にバッて呼んできてそれ倒すんだが、ちょっとよ、その必要もねえ可能性もあるんだが、ちょっと怖いから、一応上倒しとくぜ。ドララ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 ラ、オッケー。で、次どうしようか。なんか、エビル、じゃねえや、エデンなんかダウンしてんな。狙ってみる。このパワー！契約完了。強えわ。絶対強え。いや、でも嬉しいな、なんか。14の極の適性が出てくれるって、なんか、よくわからねえけど嬉しくねえか。で、うちの再生リストとか見てもらったらわかるんだが、まあ、全然更新してねえけど、結構。14ってマジ少ねえんだよな、本当に。壊れたやつが出てこねえから、あんまり。さあ、弱点突き突破するぜ。あ、行き過ぎた、ごめん。なんだ。ブワ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 。このパワー！あぶねえ。さあ、上にはまってダメージ。なんか弱点突くことに意識してるが、全然弱点つかなくてもこいつ強いからな。しかもなんか、本当に、攻撃タイプみたいな、スピードもあって、バーってダメージ出しに行くイメージ強すぎて、回復 M 忘れがち。おい、ハマってんじゃねえか。オッケーオッケーオッケー。ちょっとよ、面白いこと考えたわ。これ、もう特攻する。特攻してみようか。もう、雑魚処理なしで行ってみる。じゃあ、まずは、一旦ちょっとよ、防御ダウンしてねえ状態での SS の威力を見てみるわ。さあ、行ってこい！
こんなに全然食らわねえわけね。あ、ちょっと、エミル、ちょっと倒しまったが。で、あとは、残りの下2体で、突破してみよう。もう突破っつか、もう、クリアしてしまおう。契約感。さっき弱点が真上にあったから、ゲージを外して、弱点ついてみよう。さあ、行ってこい！カエサル！オッケー、ちょ、入れ歯やめて、あ、強。はい、ついた。もう一発！オッケー強くね。え、だってこれもう次のこいつで終わりだろ、これ。いやいやいや。クルパー調子こいたぜ。とりあえずこれで、とどめ、とどめくらえ。オッケー、じゃあ、強。いやでも、その使うときは、ちゃんとギミック乗っ取って、ちゃんと雑魚処理してから倒すのがいいぜ。これは今、本当にうまく、たまたまうまくいっただけだから。たまたま完了。お試しあれ！いいからそこに並べ。俺が焼き寄せてやるからよ！焼き印がかわいい。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。